にちは、みほです。今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、アレインのネックレス気に入って使ってるんで、実はもう1本買いました。3本目になります。それをね、紹介しようかなと思います。ちなみに今まで2本買ったやつ、これ 2mm のスネークチェーンの長さ違いなんですけど、これね、どれぐらい経ったかな、1ヶ月経った時に変色してるかどうかっていう動画を出したんですけど、その後ピントそれからは毎日はつけてないんですけど、結構な頻度で使ってるにもかかわらず変色したっていう感じがしないですね。やっぱりいいんかな。はい、で今回買ったやつが今日届いたんですけれども、これです。まあ、相変わらずね、梱包は雑いっていうかね、ポーンってね入ってるだけなんですけど、これパールの、なんていうのかな、最近メンズでもパールネックレスしてる人がいるの知ってますか？それ見てね、私すごいねおしゃれやなと思って、でメンズの方がするやつは全部パールがぐるってなったやつじゃなくって、ところどころチェーンになってたんですよね、私が見たやつは。でそれがなんかめっちゃおしゃれやなと思って買いました。で本当はアクセサリーはゴールドが好きなんですけど、これはねシルバーの色しかお作りがなかったのでシルバーになりましたけど、ちょっとはめにくい、不器用やからな、こういうのはめるのすっごい苦手。あ、できひん。あ、できた、できました。うん、こんな感じ。真後ろにチェーンのあの垂れ下がるやつが来るやつ持ってくると、この位置ですね、こんな感じでくるっと回っちゃっても、なんていうの、パールがちょっと見えて、あ、バランスいいな、これこういう感じで見えるんかな。え、結構いいかも。ほう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 。まあ今ねちょっとゴールドのピアスなんでちぐはぐかもしれんけど、これ可愛いかも。うん、値段は3000円ぐらいだったかな、3500円かな。また貼っときます、お値段ね、こちら。おお、いいねいいね。へえ、あの夏ね、カジュアルな T シャツとか、まあもう暑くなってきたんでトレーナーはあんまり着ない、トレーナースウェットはあんまり着ないけど、そういうのにさらっとつけたらカジュアル度がちょっとエレガント寄りになるかなって思います。あと胸元ね空いてるの私あんまり好きじゃないので、うん、あ、これいいかも。ほう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 。へえ、はい、今日はねアレインさんのネックレス3本目、パールミックスチェーンのネックレスを紹介しました。私のチャンネルでは40代の日常、美容、健康、ファッション、岡山の地域情報なんかを発信しています。あと今やってる大人の歯列矯正、これ今ワイヤー矯正してるんですけど、まあ、それの情報も発信してるので、よかったらチャンネル登録、高評価、リクエストよろしくお願いします。では次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。あ、次回のビデオはね、いろいろねちょっと溜まってるけど、おでこのボトックスと、あとメガネの案件動画、 PR 動画があるので、それとあとメイクですね、こないだ買ったモイストラボの BB クリーム結構いいので、それの紹介をしようかなっていうふうに思います。よかったらねチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。